わっちゃみたいにみんなの楽しい気持ちがキラキラパワーになって集まってきているチムよ。いよいよみんなが投票で選んでくれたキラキラプリちゃんワールドが登場するんだもんな。みんなのワクワクがこんなに集まってきたってことか。嬉しいな。早速エリサとユーリにも遊んでもらうチム。エリサユーリ二人のいいねのプリマジ見せてくれ。みんなこんにちは。ちゃん先輩プリマジスタのエリサです。ユーリです。12月21日からプリティオールスター第2章がスタートします。やったー、イエーイ。プリマジスタジオ第5章で開催したみんなの1票で決まるプリマジで遊びたい歴代ゲーム曲投票で選ばれたキラキラプリちゃんワールドが遊べる曲に登場だって。わー遊びたい ねということで今回はキラキラプリちゃんワールドで遊んでいきます。早速やってみよう。遊べる曲にキラキラプリちゃんワールドが追加されたことを記念してじゃじゃーん、プリちゃんチャンスも開催されました。わー、いやー、これもあれもこれもゲットできるかもね。欲しい決定。チムムで遊んでいきます。チムム、チムムに着てほしいコーデがあるんだよ。なんだろう。今日はキラキラプリちゃんワールドで遊んでいきまーす。決定。遊ぶフレンドはニャムと、あ、いいね、でキャロン。おもうこれ見たらみんなわーってなるよ。えっ、わーでしょでしょ、なんかでしょ。チムムに来てもらうのは、うん、じゃん、ガールズエルキラット。あ、じゃあ似合うでしょ。チムムに絶対似合う。ワンピース、うわー、星いっぱいでかわいい。めっちゃかわいい。アクセ、いいね、いいね、応援してくれそう。最後はショーズン、かわいい、かわいい、うん、このね、3人のコーデ全部注目だね。うん、よーい、じゃあ決定。はい、キラッツ、キラッツ、わーちゃん、よーし、楽しくハイタッチ、ハイタッチ、ハイタッチ、じゃあ、グルはまだ早い。やーだって、わっちゃん、みんな、わっちゃん、わーちゃん、3人プリマジできるのもエモいよね。これはみんなやってほしい。わっちゃん、わーちゃん、あ、始まったって感じする。この曲、本当に大好き。ニャムが着てるのはスイートハニーキラットコーデー、うん、ね、キャロンが着てるのがシークレットアリスキラットコーデだよ。あー、いいねー、うん、いい声出したい。あ、わっちゃん、やったー、すごーい。エモー、やっぱ応援されてるから。あ、スイートハニーキラットキラットも出るんだ。やったね。持ってない子は ねここでもゲットできるね。そうだよね、前ゲットし損ねちゃったって子は。あ、いいね、優勝のレインボーチュー。あ、欲しい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 、嬉しい。めっちゃ豪華。あ、これもこれも欲しい、欲しい、欲しい、いいよ、買ってあげる。ジャンピンラブ、かわいい。おー、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 一人最強、最高、うん、最高、いい、最高だよ。ミラクル起こすからだって、うんうん、いいね。あんな曲でプリマジしたら元気もらっちゃうね。本当にすごい、この歌詞に元気をもらえる、うん、勇気ももらえる。スキルじゃん、ジャンピンラビットキュート。
かわいい。その前デビューしたい。さっきアクセもね、この形のゲットしたから。わあ、めっちゃ嬉しかった。ねえ、あの3人のコーデで3人の授業ってやばいよね。ねえ。いや、あの曲の運命のボタンを押すのは君だよっていう歌詞がめっちゃ好きで、感動するね。何回も遊びたい。プリティオールスター第2章は12月21日から遊べるようになるよ。もちろん今回紹介したコーデの他にもたくさん可愛いコーデがあるからちょっと紹介しちゃいます。うん、まずはサンキューフォーザワッチャプリマジフォーエバー。すごい淡い水色だ。本当だ、水色バージョンのコーデ、マジカルブルーのコーデブックみたいだね。本当だね。綺麗。これはもうサンキューフォーザワッチャプリマジと、うん、フォーエバーで利用したい、利用したい、うん、絶対したい、しよう、しよう、うんうん、続いてスマイルエレメンツサンシャイン。おこのスマイルエレメンツはさ、ほら、うん、フレンドとの思い出のコーデみたいなところあるじゃん、うんうん、思い出のコーデになりそう、うん、そしてひらめきのプリンセスミッドナイト。すごい、なんか大人っぽいね。うん、すごい大人っぽくなったね、うん、やっぱきらめきのプリンセスがさ、うん、白とレインボーって感じだったからさ、うんうん、なんか全然印象違うね。ねえ、リボンのカラーもちょっとダスティーな感じになってて、ね、かっこいいね、うんうんうん、つけてるところもより大人っぽい感じだね、さらにキラキラプリちゃんワールド登場を記念して12月21日木曜日から1月31日の水曜日までキラッとプリちゃんチャンスも開催だよ。おスプレーで使ったガールズエールキラッとコーデもプリちゃんチャンスでゲットできるよ。うん、かわいいコーデがまだまだいっぱいあるからみんなもいっぱいゲットしちゃってね。それじゃまたね。ゲートが開けば夢の